メーサーイ軍は、台北部のチエンライ県にある軍の一つ。マチとミャンマーを隔てる川、は、サーイ側のタイ語、メーサーイから来ている。917年、新花アットクマーン年代期には、マハープロム王が、イ族を率いて入植したとの記録がある。ただし、20世紀に入るまでは、ただの乾村でしかなく、1930年代まで、 メイチャン軍の一部であった。1939年チエンセ戦ン軍からタムボンメーサーイとタムボンポーンパーが独立してメーサーイ文軍となった。1950年5月1日には昇格しメーサーイ軍となった。2011年3月24日、立チレク近郊がマグニチュード6.8のミャンマー地震に襲われ、遠く離れたチェンライまで被害が出るほどで、 メーサーイ軍も大きな被害を出した。カム川とサーイ川に挟まれた平地に位置し、西側には山が広がる。市街地はサーイ川を挟んでミャンマーのタチレクに面しており、タチレクとは経済的に密接な関係にある。国道1号線の最終地点が軍内を南北に通り、道道路の最終地点となっている。米だけでなく、 ストロベリーなどのフルーツの生産が盛んである。また貿易に携わる職業に就く人も多い。ミャンマー側から麻薬の密輸が行われるため、国境警備隊による監視、摘発が行われている。メーサーイ、e、軍庁舎軍は8のタムボーンに分かれ、さらにその階に92の村が存在する。軍内には自治体が置かれており、以下のようになっている。 また軍内には八つのタムボン行政体が設置されている。以下は軍内のタムボンの一覧である。タムボンベサーイ、タムボンフワイクライ、タムボンコチャーン、タムボンポーンパー、タムボンシームアンチュム、タムボンウィエンパーンカム、タムボンバンダーイ、タムボンポーンガーム。ありがとうございます。